アゴツさん対戦お願いします。いやー、やっていきますか。いやまあ実は俺今週はねちょっとスマブラ強化週間ということで、もうすぐね俺のチャンネル名をかけた視聴者との専用部屋配信があるから、それに向けて俺も腕磨いとかないと、もし負けたらどうせ変なクソみたいな名前にさせられて、その名前で年越しをしなきゃいけないことになるんでね、ちょっと気合入ってますよ。今年はね絶対エクスタシーっていうチャンネル名で来年を迎えようと思ってるんで、絶対にチャンネル名防衛する。それが俺に今年残された最後の仕事。はい、これ操作して、ここの横スマが電光石火で来て横スマが当たる確率 97.182%。 いや違う、 97.195% でした。すいません、ちょっと計算間違いしました。俺もね、あのスマブラしながらコントローラー動かしながら頭の中で計算してるんで、ちょっとたまにねとっさに計算ミスをしてしまうことがあるんですけど、まあでもこれ言うとやれまぐれだの、やれ適当な数字言ってるだのね、すぐコメントで言われるんですけど、そんなことねえから、全然違うから。俺のデータスマブラって相手のそれまでの復帰ルート、あと相手の使ってるキャラクターと普段の立ち回りにおいての癖、そういうのを全て数値化して計算して、次に相手が何をしてくるか、その行動の確率を弾き出す、それが俺のデータスマブラなんで、別に適当に数字言ってるわけじゃないから、根も葉もないこと言うのやめてください。まあ分かんねえやつはな、バカには分かんねえよ俺のデータスマブラの凄さは。分かるやつには分かってる、それが俺のデータスマブラ。分かったかい、君もデータマンにならないか。ガオガイエン来た、最強カラー、最強キャラの威嚇。なんか最近さ滑舌悪いんだけど、俺どうしたんだろう、めっちゃ噛みまくる、あとめっちゃ言葉が出てこない時ある。ちょ、俺のある、俺陽キャすぎてアルコールに脳やられてんのか。あ、受け身が取れてますね、こいつマジ強えよな、ガオガイン。あ、もうこれリベンジ取られても気にしない。対ガオガイエンの時は相手ガンガンリベンジ狙ってくるだろうけど、もう気にせず攻撃を振りまくる。リベンジ取られようが自分の立ち回りを変えない。痛い、まだか。さあここ狩るよ。はい、その横ビー待っていた、うますぎるデータスマブラ。まあガオガイエンなんてね、リベンジ取られて横ビー当たんなきゃ余裕だから、こんなやつ最強キャラとか言ってるけど。いた、まだ生きる。今度は、あ、また受け身取れてますね。あ、そういえばガオガイエンといえば俺、あの彼女がね猫を飼ってる。これ横ビーを狙ってきたところに俺の横スマが当たる確率 89.67%。 データは嘘をつかない。これを見てまだ俺のデータスマブラがバグレだとか数字適当とか言ってるやついる？いたとしたら俺の凄さを認めたくないだけだろ。それが本当にそう思うんだったらコメント欄で論破してみろ俺を。ちょっと待って、バズヘロー来たんだけど、本物これ、なんかロゼチコだし、なんか早速チンコ消えたし、まあ相手が誰だろうと俺は自分のスマブラをするだけなんだけどね。やばい、この相手の復帰にメテオが当たる確率 71.62%。 まあちょっと今のは確率的には低めだったんだけど、まあ 70% の確率でね相手が死ぬんだったら、まあそれにかけてみる価値はあるでしょうということでね狙っていったんですけど、まあデータスマブラはねこういう風にちょっとギャンブル性があるのも特徴です。ちょ、やめて、お手玉もしないでね。え、さすがすぐ追いついてくるね、本物か知らんけど。この横スマが当たる確率 21.72%。 やばい、パーセント逆転されてる。でもこれ本物か、この横スマがチンコに当たる確率、この横スマがロゼッタとチンコの本体に当たる確率ともに 98.62%。 見た今の、やばくね、これがデータスマブラじゃん。まずデータスマブラでチンコを倒して、その後、うわっ、ちょ、相手もデータスマブラだった。いやでもやばかったね今のは。まずデータスマブラでチンコを倒して、その後無防備になったロゼッタ本体をまた俺のデータスマブラでバーッとするっていう、完璧すぎるデータスマブラ。本当に俺のデータスマブラをまぐれとか言わないでください、ピクシブとかでも。はい、これ上スマで勝っていく。データは嘘をつかない。 3, 2, 1
モッポーさん対戦お願いします。ゴリラ来た、ゴリラ。さあ開幕はもちろん、ちょっと申し、これはちょっと試練狙っていきたいですね。やっぱりドンキーといえば、あ、その子うちの得意なんだ。からの煉獄。そのコース一番得意なんだからの煉獄で俺の必殺技2連発で勝ちが確定を確定させていく。ちょっと息切れが、まあ、最後はもちろん試練でいきたいところ。はい、ちょっと出して。うわっ、やばいやばいやばい。お、こいつ一気に決めに来てる。殺意高くなってきたね。あ、殺意高い。怖い怖い怖い。もう勝ちか確定は確定してるからね。うーん、この横スマがなんやかんやで当たる確率。043対戦お願いします。さあ、あーちょっと当たんない。結構シャドウフレアこすってくるタイプね。ならこっちにも考えがある。昼に上がる花火を見たことあるかい。いくよ、第6のカウンター、星花火。これ絶対シャドウフレアカウンターする。あー狙ってんね、めっちゃ狙ってんねこいつ。ここか、よっしゃ、イージーさん横、ついちゃったね。お前、あ、上がってこい上がってこい早くねえ。もうバレたやん、もう完全にバレたやん。俺のちょっといいとこ見せたかったのにさ、ほらもうシャドウフレアしてこなくなっちゃったやん。あ、してきてるわ。なんでしてくんのまだ。さあ 140% 対 106%。 うーわ、あ、どうやら資格が奪われ始めているようだね。あ、そういえばセフェロスといえば俺ね、あのせ待って、こいつめっちゃやってくんじゃん。ちょっと待って、こいつシャドウフェア証拠にもなく。お前これまだまだ俺にもチャンスあるぞ。絶対星花火する。ここだろ、はい、ついていく。1234個、1個足りないけど。お前ちょ、もうなんで逃げんなや。もうこいつずっとやってくんだけど。あ、ちょちょちょ、俺が1234 5個ついちゃった。ちょっと一回やめて、一回やめて。ちょ、これは崖で。ああ、あれ積んでただろもう。こいつこいつ完全に俺の狙いが分かった上で真っ向勝負で勝負してきてやがる。こいつは陽キャだわ、完全に。珍しく陽キャ来たね。うわ、久しぶりの陽キャ目では楽しもうぜ。これ俺が星花火を当てて勝つか、それとも向こうが星花火を拒否し続けてシャドウフレアで俺を殺すか。いいね、面白くなってきた。やっぱ陽キャ同士の戦いは面白い。ほらもうこいつもうガンガン振ってくるもん。俺がカウンター狙ってんの分かってて、カウンター狙ってんの分かってて、それがどうしたと言わんばかりに。ちょ、これはまずいね。それ来たらどうすればいいの。やばい、今のなんか70くらい気が入んなかった。やばい、俺の後がなくなってきた。いや、もうこれは星花火で勝つよ絶対に。いや、今の狙いたかったな。うわ、クソ間に合わねえ。やばいやばい、ちょっとこれは一旦崖でいなす。ああ、いなせなかった。 175% 痛い。来いよ来いよ来いよ。なんでもうちょっとタイミング合わねえ。うわ、今のダメだこいつマジで。俺がよし、2個か。ちょっと2個じゃ星花火できないから。いや、でもこいつガンガンシャドウフレア狙ってくるやん。俺がカウンター狙ってんの知ってて、それがどうしたと言わんばかりに、やれるもんならやってみろと言わんばかりに挑戦状叩きつけられてるわ俺完全に。これ負けるわけにはいかねえ、同じ王家として。絶対タイミング合わせて星花火決めてやるから。あー、もうまたついた。ちょ、これ一旦崖で。なんで、おい、やめろやめろ、戻って戻って、戦いの続きやるぞ。え、しょうもねー。はい、ということで、まあ今回はこんなとこですかね。まあ、今回はね、俺のデータスマブラ回ということで、俺のデータスマブラがね、猛威を振るう回でしたね。はい、まあちょっとね、本当に来週次のね、土日のどちらかで、あの視聴者とね、俺のチャンネル名をかけた専用部屋対決があるんでね、ちょっとそこまでになんとかこうね、調子を上げていかないといけないので、ちょっと今日頑張っております今週は。はい、
ということで、まあ、あと俺のデータスマブラが適当だとか、まぐれだとか言ってるやつコメント欄で書いて俺を論破してみろ。ああ、まぐれでも適当でも何でもねえから。はい、ということでね、まだチャンネル登録と高評価したい方はチャンネル登録と高評価お願いします。あとコメントの概要欄から X と Instagram のフォローもお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。エクスタシー。